これ今見たら結構出てるね。まあとりあえず言われた通り地下訓練場に行ってみましょう。多分ヨモさんが特訓してくれるはず。流れ的に喫茶店の下にこんな地下道が。喫茶店の下だけじゃなくて結構なんか張り巡されてるんだよね、これ深くまで。うん、絶対リオは出られなくなるな。地上で迷うぐらいだから。なんだ。なんでこんなに間が空くんだろう。そうだよね。ウタさんから少しヨモさんのことを聞きました。そうか。それでイトリさんって人の店に行きたいんですけど、可能でしょうか。あれ、特訓はなしな感じかな。 なんで黙るんだ。僕の声は届いているのだろうか。まあ声が小さいからな。なぜだ。はい。突然投げかけられた 大味大味の質問に面食らう。ヤモさんが面倒くさそうに顔をしかめながら再度ゆっくりと僕に問い、なんて読むんだろう。あれ、国語力はなくないか。 なぜ糸の店に行きたがる。そこにあるかもしれないからです。そうか。そう答えるとヨモさんは何やら準備を始めた。口を開いた。一体何が始まるんだ。ヨモさんが言っていただろう。いざという時の対処を覚えろと。いざという時、戦う術だ。ああ、やっぱりね、ここでちょっと特訓を行うんだね。そろそろ始めるぞ。説明が足りねえよ。今ので通じたのか。見たところお前はあれ、なんか俺ここでさ、なんかその戦闘のチュートみたいな入るかなと思った。入んないんだね。実戦経験が浅そうだな。それなら先に戦い方の説明をしておいた方がいいだろう。そうそうそう、これだよこれ。まずは基本となる通常攻撃の説明だ。丸ボタンはタップで攻撃。今ビータ TV っていう機材を使ってやってるんですけど、ビータの端末でやってないのでタッチはできないですね。タップ攻撃はできないですね。敵体力にダメージ、敵の体力をゼロにして勝利。なるほど。画面下にある、ウコウリン B のピースから、1つを丸ボタンで選択するとダメージが与えられる。ダメージを与えていき、相手の体力をゼロにしたお前の勝利だ。なるほどね。結構普通にシンプルだな。逆にお前の体力がゼロになった場合、お前の敗北を意味する。いかに早く敵の体力をゼロにするかが決め手だろう。まずはここまでだ。理解できたか。大丈夫だね。OK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 。ああ、やっとパート3にして初めての戦闘。これ同じのやつ選んだ方がいいのかな。多分うかくでどう。うかく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 。なんか早くね、これ。こうこうこう。その戦い方を忘れるな。ああ、なるほどね。ソシャゲでいうディバインゲートっぽいな。次は敵の攻撃について説明する。敵の攻撃は制限時間がある。0になると攻撃してくる。ああ、でも2.5秒ぐらいで攻撃してくるのか。ああ、なるほどね。リオの体力は水色のやつかな。多分そうだよね。アタックタイムは敵がお前に攻撃してくるまでの準備時間を意味する。0になるとお前に攻撃して仕掛けてくるぞ。赤が敵の体力、青がリオの体力ね。敵の攻撃はスキル攻撃とストック攻撃と通常攻撃の3種類に、存在する。何が違うんだろう。スキル攻撃、ストック攻撃。スキル攻撃は強力な、攻撃や戦況を左右する様々な能力を発揮する。どんな効果を持っているか発動しないとわからない。警戒を怠るな。ストック攻撃はスキル攻撃に劣るがそこそこ威力のある攻撃を与えてくる。通常攻撃は最も弱い攻撃。なるほどね。ランダムなのかな。戦闘中、スキル攻撃とストック攻撃を繰り返してくるのか。なるほど。疑問に思いますよ。そこでブレイクが役に立つ。
ブレイクはアタックタイム内に敵のすべてのピースを破壊する必要がある。ほうほうほう。ピースの破壊は主に通常攻撃で行い、敵の体力にもダメージが発生する。スキル攻撃、ストック攻撃は共通して部分がある。敵のピースと同じものを選び、あーなるほどね。その数字を減らしていけばいいんだね。減らすには、効果に、広角には広角で、あ、ちげえわ。数字が高いほどダメージを与えられて、敵の体力ゲージの上にある、あの、広角とか、右角とかのマークを、広角とかの攻撃で削っていくと。そういう感じか。エネミーアタック、上にあるピースだ。これらは敵が攻撃を繰り出す条件になっている。なるほどね。ピースをすべて破壊することで敵はスキル攻撃やストック攻撃を使うことができず、通常攻撃でお前に攻撃してくるようになる。結構戦闘はあれだね、複雑だね。まあとりあえずこのスキル攻撃とストック感、スタック、ストック攻撃を、封じることが鍵になってくるんだろう。これがブレイクだ。ブレイクしなくても敵の体力をゼロにすることは可能だ。だがその分お前の生存率は低まるだろう。なるほどね。お前は弱い。だからこそ相手の攻撃の流れを見て阻止するブレイクをよく覚えておくといい。ブレイクになれればなれるほど敵から受けるダメージも減り、勝利しやすくなるはずだろう。ブレイクに関しては以上だ。理解できたか。なるほど。結構状況判断、出てくるピースをすぐ読み取ってね、やるってことが大事なんだろうな。なるほど。ブレイク、ブレイク意識ね。OK。広角、広角。あー遅いな俺。っていうかこれビータの端末でやった方が早くないか。普通にリンリン、お、時間がなくなるのが早いな。リン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 、こうこう、おー、あ、リオの体力は水色とかそういうんじゃなくて、あれか、下のあれか、長いやつだな。ちょ待って、めっちゃ強いんやけど。オッケー、ブレイクしたでしょ。強くね。あぶね。待って、チュートリアルで結構死にそうになったんだけど。難しいな、思った以上に。敵はスキル攻撃とストック攻撃を繰り出してくると言ったが、お前も使うことができるはずだ。四角ボタン、おわ、ストックエリアにドラッグでストック。まあドラッグはできないから多分四角ボタンなんだろうな。ああなるほど。これあれか、攻撃を選びつつストックも選ばないといけないっていう。あ、これ待って、ボタンか。 R1 ね。今プレイステーション4のコントローラーで、操作してるんで、 R ボタンはこっちだな。 R はエリアタッチ。もしかしたらタッチパネル、いやいいや、そんなことないわ。スキルはストック攻撃発動。おお、かっこよさそうだな。基本的にスキルやストック攻撃ではブレイクはできない。スキルリストにない組み合わせで発動した場合、通常攻撃を強化したストック攻撃発動、発生。ピースをストックした状態でも敵の攻撃を受けた時ダメージを軽減できる。なるほどね。うわ、難しいなこれ。めっちゃ慣れないとダメじゃん。一つでも間違えたり、ダメなんだね。スキル攻撃と速攻撃の発動はアタックタイムの時間内で行うことが可能だ。スキルは技能装備画面で装備することができる。同じコストのスキルは装備することができない。空きスロットはリオのレートが上昇すると増える。レートは特定の条件で上昇する。スキルはメインシナリオ、サブシナリオ、バトルの結果で取得できると。スキルは、なるほどね。またスキルは2種類存在する。1つはアクティブスキル、アタックタイム中スキル攻撃として2位のタイミングで使用できる。もう1つは、パッシブスキル、お前の基礎能力を上昇させたり特殊な能力を身に宿したりする常に発動しているものだ。入手したスキルが多ければ多いほど様々な戦い方ができるはずだ。四角ボタンでストックして R で使うのね。 OK。スキル攻撃の中には戦況を左右するさまざまな効果を発揮するものがあるといった。これがそうだ。右角のみが落ちやすくなるとかあるんだね。でも体力が一定時間徐々に回復っていうの強そうだな。今のお前にはまだ難しいが、使用してくる敵も多くなってくるはずだ。お前も身につけて対抗できるといいだろう。
ブレイク、スキル発動、ストック攻撃、何、いかに重要か理解できたか。だが話を聞くだけじゃまだ足りないだろう。実際にやってみた方が理解が深まるはずだ。よし、試してみよう。スキル発動やってみたいな。ヨモさんの目が一瞬席変わり、攻撃の流れを僕に見せる。あ、やばい、くしゃみ出そう。あー、大丈夫だ。あー、失礼。今のヨモさんの動きに僕の、カグネの特性を合わせれば。赤の抑心、アクティブ、ステータス変化、威力700の出血攻撃を行う、5秒間の継続ダメージ。ほえー、その顔、お前の中で何かつかめたみたいだな。今のお前にはこれで十分だろう。スキルはこれからお前の行動次第で様々なものが得られるはずだ。ならそのスキルを使って俺の体力をゼロにしてみろ。よーし。入れればいいの、これを。で、まあまあ、いろいろ入れれると。よし、行くか。戦闘開始。四角でストック、R で使うのね。OK。うかくを入れればいいのかな。ほら、暗い。え、何？できないんだけど。あれ、どうやって使うんだ？スキル発動、R でしょ？待って、もしかしてこれコントローラー。は？ちょ、待って。あ、使えないんだけど。ちょっと待って。あ、はいはいはい。この程度か。耐えろ。え、ちょっと待って、どういうことだ。この一撃に。あ、いい？なんか微妙に3つでいいのか。3つで発動できるのかな。俺5つまでやってたからあれだけど、3つじゃないとなんか発動できないみたいな、そういう感じか。これ普通に操作ミスとかあるな。うん、 OK、 理解できました。敵もまた、カグネやクイーン系を持っている。相性が存在する。うん、やっぱりね。口角は右角に強い、右角は鼻角に強い、鼻角は輪郭に強いっていう。戦いが有利になることもあれば、不利な状況で戦わなければならない時も出てくるだろう。敵のカグネに対して有利なピースをストックしておくことでダメージを軽減することもできる。不利な状況下でも生き延びる可能性が上がるはずだ。それでも難しい場合はスキルを入念に見直せ。いやー、難しそうだな、結構。攻撃を続けていると画面上に、コンボが増えていくのは気づいていたか。続ければ続くほど攻撃は強くなっていく。はあ、なるほどね。オッケーオッケー。まあこれは、あ、上下でスキルリストのスクロールか。なるほど。まあスキルは今1個しか持ってないからね。理解できました。ありがとうございます。簡単に死ぬなよ。はい、一発入れてみろ。ほもー。糸取りの剣は俺に一発でも入れることができれば考える。一発入れる、つまり殴ってみろということだろうか。一応戦い方を教えてもらったけど、喧嘩なんてまともにしたことがない。食料調達だって兄さんに頼ってばっかだ。僕は強くならなくちゃいけない。いつまでも非力な弟ではいられない。よろしくお願いします。あ、またあるんだ。なるほど。さあ、ちょっとおさらいだね。いや、緊張するな。これからこれ、威嚇。オッケー、ブレイク。やべ。やべやべやべ、ブレイクしてない、ブレイクしてない、全然ブレイクしてないよ。威嚇。あー、時間短い、やばいぞ、これ。スキル使え、あれ、スキル使えないんだけど。ほいほい、
あ、そうか、ストックか。さっき言われたことを速攻で忘れるっていう、ほいほいほい、スキル。この一撃に全てよ。深く広角、あー間に合わない。いやー、これきついな。はい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 、スキル、うわー、できなかった。まあいいや、深く深く深くでブレイクからのスキル、おー、いいですね。その戦い方を忘れるな、その戦い方を忘れるな。難しい、これは。今のデス取れたんだ。圧倒的な力。はあはあ、ふ、はあ、はあはあ。ヨモさんは呼吸一つ乱れていない。僕の攻撃はいとも簡単に受け流された。攻撃を繰り出すので精一杯で、一発入れるなんてとても。お前何かやってたか。行くぞ。え、イトリの店じゃ、店だ、行きたいんじゃなかったのか。あ、いいんですか。ああ、もしかして僕にやる気を出させるために言ってくれたのかな。ついてこいとは口にせず、ヨモさんはずかずかと暗闇歩いていく。慌てて僕も後を追った。クールだな。入り組んだトンネルをヨモさんは慣れ親しんだ道のようにスイスイと進んでいく。ついていくのに必死だった。一瞬影を見失って、なんて読むんだろうか、老老かなとしていると暗闇から声がする。来い、こっちだ。あ、すみません。あっと、そこで僕は思い出した。なぜ僕がヨモさんの声に聞き覚えがあったのか。コクリアから逃げ出して木島に追われたあの夜、空腹と傷の痛みで、リオを連れてきたのがヨモさんね。あの時暗闇から僕を助け出してくれたあの声、あれはヨモさんだったんだ。無口で不愛想だけど彼の恩を着せない優しさに親しみを感じた。俺を言いたかったけど、どんどん暗闇へ潜っていく彼を追うのに精一杯で、その場では言いそびれてしまった。防御力上昇。おお、これあれかな、あ、スキルか。ストーリーを進めてスキルが一個手に入ったんだね。なるほど。で次、イトリさんのあれかな、ここでいいのかな。他にもいろいろいけるんだけど、まあここでいいでしょう。多分ストーリーこっちの方が進むしね。移動しましょう。いらっしゃい。あれ、ここバーってやつなのかな、初めて来た。あれね、地酒のとこか。イトリ客だ。酒って飲めるのかな。そう、いや、今思えば見りゃわかるわよ。でもレンちゃん、ちょっと彼彼女若すぎるんじゃない、未成年。まあ彼彼女、間違えるよね。リオって女の子に見えないこともない。未成年です。この人がイトリさんか。随分気さくな人のようだ。父でけえな。ただなんだか目のやり場に困る。だよね。可愛い子ちゃんだね。君、恋人はいるの。イトリ、よせ。何をつまんないの。カウンターの奥の席に、ドカッと腰掛ける。赤い液体で満たされたグラスを一気に飲み干すと、前かがみになって僕の目の前まで、顔を突き出した。で、何が知りたいの。試すような微笑を浮かべて、イトリさんがこっちを見つめている。すべて見透かされているような気がした。お酒を飲みに来たわけじゃないんでしょ。まあ地酒飲んで、ランチキやんのも悪くないけどさ。え、結局グールって酒飲めんのか。こんなに可愛らしい少年が怪しいお姉さんを頼ってやってくる理由の方がずっと面白そうじゃない。あるグールを探しています。ふん。目元に、あ、またこれあれだな、じじゃねえな、後かな、後を持つグールです。凶悪なグールみたいで CCG からも追われているそうです。名前はジェイル。はいはい、あ、ジェイルね、ジェイル、うんうん。何かご存知なんですか。知ってるような、知ってるような、いないような。うん、あれのことかな、うんうん。まあイトリデータベースの中には少年の役に立ちそうな情報がいくつかあるわ。本当ですか。ただね少年、これはうちの最も高価な商品なんだ。情報っていうのはどんなものよりも価値を持つことがあるの。だからその対価がないと。対価ですか。すみません、お金はどうにか貯めてみます。だからお金はいらないわ。体で、おーい、それはちょっと、お前これ R18 だっけな、パッケージ。
C になってるからこれ多分15でしょう、うん、15だな、うん、こういう表現があってもイトリ茶化すな、茶化してなんかないわよこのむっつりスケベ。私が望んでいるのは透過交換、つまり情報。少年には自分の足を使って私が喉から手が出るほど欲しくなるような情報を仕入れてほしい。なるほどね、うんうん、イトリが結構鍵になるのかなこのゲームは、体でっていうのはそういう意味よ。残念だった？あー残念です、俺はそっちの方が良かったなお姉さんいじめたくなっちゃう、やめとけ。で何かありそう、私が欲しがりそうな情報。あー街であった捜査官のこと、僕のこと、まあ僕のことは話すことないからな。そうだな、まあ街であった捜査官のことでいいかな、アモンのこと。背が高くてすごく強そうでした。いや大した情報じゃねえな。え終わり？すみません。あはいすみません、ダメだこんな情報じゃ。グール捜査官木島式、あーやっぱコクリアの方が良かったのかな。木島、もちろん知ってるよね、君を追っていた捜査官のことだもんね。なんでそれを、こいつ全部知ってんな情報屋っていうのはそういうもんよ。で最近その木島って捜査官が街をうろつき回ってるみたいでさ、顧客のグールの中にも怯えてる人が結構いるのさ。安心させるために彼のことを抑えておきたいってわけ。イトリ、奴は危険だ、こいつもまだ。レンちゃん、私は彼と交渉してるんだけど、どう？やる？やると言え。尻込みするわけには。どんな情報を集めればいいんですか？それは君次第かな。奴の行動パターンや願望、役に立ちそうな情報であれば何でも。私はそれに見合った情報を提供する。木島、兄さんを捕らえ、僕を狙うあの不気味なグール捜査官、僕をジェイルと呼ぶ廃れた声。思い出すだけで身の毛がよだつ。ふふ、できるかな。お姉さんは楽しみにしているよ。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございました、また来ます。はい、いつでもどうぞ。無茶するなよ、気をつけるよ。グール捜査官には近づきすぎるな。はい、ありがとうございます。でも自分のことだから、それに何よりこれは兄さんのためなんだ、僕が頑張らないと。でもどこから調べたらいいんだろう。あー結構調べるところ多そうだな。でもなんか基本的に一番上に遭遇率 100% って書いてんだけど、うわーなんかここアキラ出そうだし、アヤト出そうだし、ヒナミ出そうだし、トウカ出そうだしってやべえな。とりあえず木島行ってみますか。まあこのパートはここで終わりたいと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。